チャオ、お目覚めバッチリ、あっちゃんです。はい、ということで今日の朝ごはん作っていきましょう。はい、パン、ケチャップ、よいしょ、今日ね、ボロニアソーセージ量もこれやってん、よいしょ、今日は量と一緒のメニューです。ピカルはおにぎり、量もおにぎり食べようかな明日からとか言ったけど、でもおにぎり重いかなとか言って悩んでたわ、うん、あっちゃんはおにぎり重くて無理やね、ご飯は朝から無理やね、うん、はい、ってことで焼いていきましょう。はい、カメラのね、線が長くなったからカメラそこ置いてもオーブントースターまで線が届くから便利でいいわ。よいしょ、ただね、引っかかるんよ、いろんなところに。よいしょ、コーヒー、よんだね、ジョージアのが6倍やからね、ほんまちょっとでいいね。逆に入れすぎると苦かったりするしね。よいしょ、トマトジュースも常温保存じゃ危ない時期になってきたね。チーズケンと飲み終わる頃にね、カビ生えたりする時あるからびっくりするね。よいしょ、はい、焼けました。では食べましょう。はい、食べましょう。はい、ね、なんかね、暑かったん今日朝から起きてね、で服、うん、シャツでなって、でご飯作って、ご飯今やパン焼いて部屋持ってて、ちょっと落ち着いて座ったらさ、寒くなってきて、何一番中途半端ね、羽織ったら暑いし、うん、なんか羽織ろうかな、寒いな、無理すると肩が痛くなる。うん、でか。洗いたて。うん、あったかい。先。あの乾燥機から出たってやね。昨日夜洗っといてね、うんうん、なんかね、うん、着ると暑いし、脱ぐと寒いし、長T とかがちょうどいいんかな、袖が、うん、ヒーとか出てるからかな、手が出てると寒いかな。長T って着る機会があんまないから持ってないよね、あんまり。まあゼロじゃないねんけど、
ピョンキッチンに上がっていいやねん。痛い、手が痛いね、うん、手のひらがいい、うん、ボロニアソーセージ美味しいね。量があんまり好きじゃないって言ってた、入れてんけど弁当にあんまり好きじゃないわって言ってた。今日朝ごはん作った、まあ今日は食べるけどあんまりよく嬉しくないもっかーって、ボロニアソーセージ好きやったよ、うちの子、ちっちゃい時に。有田焼きで蓄光塗料混ぜて、すごいね。今日はね、ゴミの日、ゴミ出して食べて、ゴミ出して、ちょっと昨日の動画であんまりできへんだからちょっと作って、それからなんかね、なんかちょっと疲れちゃったんよ気持ち的にね、体力はあんねんで、大丈夫ね。ただちょっとね、なんかなんやろ、なんて言ったんやかな、精神的に、なんかこう楽しめるうち雰囲気じゃないね、今。まあ、別にそういう深い意味じゃないで、
うん、心配なことがあってさ。泣かしといたらいいんだけど。できるだけまあね、動画では感じさせないように頑張るわ。ちょっとだけ、弱い目見せさせて、今日の朝ごはんだけは。心配あんまり寝られへんかったよ、まあ、心配寝られへんかったんけども、寝られへんから海外のライブ見とったんやけど、海外のライブ見とったらね、ほんのり英語が何言うとか、聞き取れるよね。英語がゆっくりに聞こえてくるようになるかなと思って。何でもしてらんと、静かになるといろいろ考えてしまうからね、と思って。まあ、話はいいんだけど。よし、はい、ということで、ちょっと待ってね、アレクサ行こう。アレクサ、明日は何の日？1929年5月16日にアメリカのハリウッドで第1回アカデミー賞。終わった。アレクサは調子悪いな。ちょっとね、昨日からネット回線重いね。アレクサ、なんかハリウッドで第1回アカデミーって言ったから、多分アカデミー賞、第1回のアカデミー賞があったんやろね、多分ね。アレクサ固まってる、ランプついたままね、止まってんねん。どうしようかな。アレクサ、アレクサ、明日は何の日？アレクサ、すみません、エコードットの接続が中断しました。やっぱり。アレクサ、明日は何の日？1929年5月16日にアメリカのハリウッドで第1回アカデミー賞授賞式が開催されました。アメリカ映画芸術科学アカデミーが毎年前年に公開された映画の中から優れた作品や監督、俳優などに対して贈る賞で、受賞者にはオスカーと呼ばれる金色の像が授与されます。だってやっぱり大体ね、話ちょっと聞いて、あとはもうね、そんなことやろうなとは思ったけど。はい。皆まで言うな、みたいなね。感じで。はい。ということで、まあね、今日は、今日、動画がある今日、5月の16日、ね、第1回アカデミー賞が、ね、授与された日ってことでね、あっちゃんもね、主演女優賞になれるように、一生懸命、あっチャンネルを演じて、はい、みんなに楽しんでもらえるチャンネルにね、育てていかんとあかんなと思って、今日朝から起きたらね、6950人、あと50人で7000人、なんか7000人が見えてきて、すごい嬉しいな、ありがとうございます。はい。で、あと3000人で1万人、3000人、なんかすごい遠い気もするけどね、今年中にはね、1万人超えられるように、あっちゃんも頑張っていきます。みんなにね、喜んでもらえるチャンネルに、ね、まあね、ここ最近ね、1日やっぱり10人15人ぐらい増えたりすることがあって、なんか朝起きてびっくりすることが多いんで、うわーってなって、こんな増えてるみたいな、嬉しくってね、ありがとうございます。で、またね、また登録人数も増えて、再生回数も増えて、みんなに喜んでもらえて、ね、楽しかったよっていうコメントが増えてくるようにね、頑張っていきます。はい。ね、なんかね、ちょっと確かにね、アドバイス的ないいコメントやけど、アホみたいなコメントもまた増えてきとんねんね、実はね。で、結構スパム扱いで裏に回されたりとか、モデレーターさん消してくれたりとか、で、消えてなかった、浅いなってコメント欄見たら、ああ、残ってんな、みたいな。まだこんなん書いとるやつがおんねんな、はぁと思って。
まあそんなんもね、まあ本名じゃない、なんぼでも作れるからね、アカウントなんて。嘘の、匿名で作ろうもな作れる。その匿名で書いてるけど、その匿名の名前っていうのにも人格っていうのがあって、だから恥書くのは恥ずかしい言葉を書く本人やねからね、まあ、自分で自分のね、恥ずかしいところを晒す、地帯を晒してるのは自分やからね、はぁと思って、あっちゃんはちょっとほっとかんねんけどね。まあ、きっちりモデレーターさんに消されております。その数分後とか 数時間後にね、亡くなってモデレーターさんフォルダのとこに入ってます。やっぱりね、あっちゃんがねお願いしてる数人の、今はもう何本か減ってね、数人になってんだけどね、数人のモデレーターさんはね、やっぱり同じような感覚で、ひどい言葉遣い、やっぱね、いくらいいアドバイスのコメントでも言葉遣いっていうのはね、なんていうのかな、大事だと思うね。これってね、お弁当一つもそうやけど、おいしいお弁当と見ておいしいお弁当の違いやと思うね。おいしいお弁当もいいけども、少々まずくっても見た目きれいかったらなんか売れるやんか、味は食べんとわからへんから。それと一緒で、やっぱり見た目の悪いっていうのは言葉遣いやってあっちゃうもんね。だから言葉遣いの悪い言葉で、いくらいいこと書いても、いいことがね、いくら美味しいお弁当作ってもね、見た目が悪いとぐちゃぐちゃって入ってたりとか、見た目が悪いお弁当って買おうと思わへんやんか。それと一緒で、味少々悪くても見た目が綺麗かったら手に取って買おうって売れると思うんでね。二度と買うてくれへんかもわからんけど、もうそれと一緒で、いくらいいアドバイス書いてやっても、ね、もう言葉遣いが悪いと見苦しい。だからモデレーターさんは、あっチャンネルにそぐわへんっていうことで消してくれる、ね。まあ、そういうねことをちゃんと賛同してくれた人で、あっちゃんと同じ感覚でやってくれる人にはしてもらってます。でしてもらってて、やっぱりその、だからあっちゃんはそのみんなに言ってるのは、あっちゃんに対する暴言とか別に消さんでもいいよって。ただ動画見、ね、視聴者さんが見に来て、自分がやっぱ視聴者さんやんか、モデレーターさんもが見て、これは見苦しいな、これはちょっと言葉遣い悪いなとか、こういうのがあると、見苦しいもんがあると見苦しい。さっき前も言ったと思うけど、ね、きっちりゴミと、ね、綺麗なお花とかを分けてあるといいけども、お花畑にゴミ捨ててあると、一個でゴミ捨てたら、お花畑にゴミ捨てる人が増えてくんねんね。それと一緒で、ひどい言葉、汚い言葉で書いてあるコメント欄に一つでも、ね、いくら綺麗な言葉で書いてあっても汚いコメントが一つでもあったら、あ、それがいいんだと思って、ゴミ捨てていく、汚い言葉を吐き捨てていく人が増えてくる、だからあっちゃんはそこのところは、またモデレーターさん権限にお任せしますって言ってたら、きっちりやっぱりひどい言葉は消されてんねんなと思って、任命した人はちゃんと正しかったなと思ってね。で、こうまたね、モデレーターさんになりたいっていう人が数人メールくれたりもしてんねん。で、あちゃん随時募集してんねん。一応全く募集してないわけじゃないねんけども、で、もう今まあ何人かいてるから大々的には募集してないねんけども、やっぱりそのお互いに信頼関係でやってるから、本人確認できへんかったら、結局コメント欄も一緒、暴言吐くんも自分の人格じゃない。だから本人の確認だけきっちりしてる。それはやっぱりね、確かにあっちゃんも嫌やと思うね。あっちゃん確かに、いや、すごいひどいこと言ってると思うね。本人確認する書類出してください。でも出せるっていうのはやっぱりお互いの信頼関係、信頼されてなかったら出してくれへんねんなっていう人、そういう人なんだなと思ったら任すことはできへん。やっぱり本当に本人確認できる人やからこそ任せられるってあっちゃん思ってんねんね。それぐらい信頼した人にこれからはしてもらおうと思ってて、そうじゃなかった人にやってもらってね、やっぱりモデレーターさんが荒らすこととかも出てくる。これ他のチャンネルでも結構あるんだけど、モデレーターさんが荒らして大事なコメント消したりとか、前にもねあったん、応援してくれてる人をブロックしたりとか、だからそういうのもあったりするしね。だからその辺ちゃんときっちり分かってくれてる人にモデレーターさんになってもらうと。もうだいぶ前だけどね、モデレーターさんまだつけ始めた頃に数人つけてるんで、ライブで募集して、つけて、その日一夜限りのモデレーターさんが、ファンの人のアカウントをブロックしたりとか、そんなことしたから、
まあ、これは大事やからね、あの本人確認。だから本人確認、あのメール送ってきてくれた人、何人かに、じゃ一応ね返事はしてます。でも本人確認の段階できっちり書類送ってくれる人はもうその場で、まあ、あのダメなんで、あのダメですよってメールは送ってません。だから本人確認の書類が送ってきた時点でモデレーターさんに任命させてもらうんで、そのあたりね、またまたメール来ひんなと思われてられるけど、あっちゃんは、まあ、いちいちメール返さへん人なんでね、大事なことしか返さへんので、大事なっていうかね、大体応援コメントとかそのありがとうで、うん、やねんけどもね、まあ、できる限り返したいなと思うんだけど、忙しいでごめんなさい返せてないんだけど、まあ、そんなこんなでモデレーターさんにね、応募してくれた人、返事きひんなと思ってる人は本人確認の処理きっちり送って、こっちも OK 出た時点で送らせてもらうんで、もうちょっとお待ちくださいね。でちゃんと書類も全部こっちからのね、これこれこれだけ用意してっていうことだけちゃんとしてください、うん、ということで、で個人情報だけきっちりね、あちゃん見た瞬間にもそれを破棄するんで、本人やってことを確認できたらもう OK なんでね、はい、もうそれ以上のことは必要ないんで、うん、だからそれぐらいの、やっぱ本気度を見せてくれないと、やっぱり本気な人じゃないと、じゃあモデレーターさん任されへんのでね。だから今任してる人数人は本気な人っていうか、本当にあちゃんが信頼してる人なんでね、ご安心ください。モデレーターさんに消された人は、なんで消されたかっていうのは書いたコメントをもう一回、自分で見直してみてください。あ、言葉遣いや、だいたい言葉遣いです。言葉遣いか、あとは子供とか、あっちゃんじゃないね、みきちゃんとか子供とかに対する暴言とかね、そういうのは消されてるんで、はい、まあ、そのあたりは、気をつけてください、はい、っていうことでした。で、まあ、コメント欄はね、楽しんでください。今日も朝からね、まだコメント用チェックしてないんだけど、うん、パソコンは立ち上げて、ね、コメントのとこね、更新かけとる間にね、パンが焼けてきたからね、まだ見てないね。ってことで、またこの後コメント見て、あ、さっきゴミ捨てよ、ゴミ捨てて、コメント見て、だからまた動画撮ったり、編集、昨日の動画まだ編集終わってないんで、何本か編集してアップロードしたいと思います。で、今日も昼からちょっと出かけるかな、わからん。うん、まだわからんだけどね。ちょっと、まあそんなこんなです。はい。っていうことでした。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん、よかったよと思って、ね、ボロニアソーセージの、ピザソースみたいなもの、美味しかったよって、美味しかったじゃない、よかったよと思ってくれた人は高評価をで、応援コメントとチャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。